3月の全国大会、不屈の心で頑張るぞ。熊野高校女子ソフトボール部主将山田みのり。エール、輝け和歌山の若きアスリートたち。今回は熊野高校女子ソフトボール部、昨年10月に開催された県新人戦を兼ねた全国高校選抜大会県予選で見事初優勝。部員たちをまとめたキャプテン、そして監督の思いとは。県大会はみんなで力を合わせて自分たちができるプレーをできたかなと思います。準決勝の時のツーランホームランと、決勝の時は初回のワンアウト満塁からのダブルプレーとサヨナラのツーベースヒットです。すごいみんな緊張しててドキドキしてたので、みんなで励まし合ってもうやりきってこようって言ってみんなで試合に臨みました。もう自分たちが練習してきたことをちゃんとやるだけって、それだけってずっと言われてたので、それをみんなで頑張りました。やっぱり守備をもうちょっと強化して、バントの処理とか走塁で攻めれるように声かけをしながら、みんなで連携プレーができるようになりたいなって思います。ソフトボールとは仲間がいて一緒にプレーできることが一番いいところかなって思います。仲間の大切さと、まあ、辛くても頑張るっていう力を教えてくれました。監督は優しいんですけど、しっかり言うときは言ってくれるし、とても頼れる先生です。勝ったときに手を挙げて喜んでくれたことが一番心に残っています。バッテリーがまあ故障をしていて大会期間中持つかなっていうのはちょっとあったんですけど、まあ、なんとか2人ともこらえてくれて乗り切れたかなというふうに思っています。1回戦から絶対勝てるっていう感じではなかったので、まして優勝なんていうのは実は頭になくて、まあ一戦一戦本当にまあ精一杯やってきたことを出せたらそれだけでいいかなという思いが、まあそんな思いで県大会に臨んだんですけど、子どもたちにありがとうという気持ちでいっぱいでした。相手に合わせるんじゃなくて、本当に普段から失敗ばっかりしながらやってるんですけど、本当に日頃をそのまま出せたら、失敗も含めて日頃を全部出せたらいいかなって、そういうふうな感じでずっと話してたんですけど、山田だけではないんですけど、ムードメーカーがものすごく多くて、まあその中にあってその子らをこううまくまとめてくれる、そんな存在ですね。本人ももちろんムードメーカーなんですけど、本人を上回るムードメーカーもたくさんいてるんで、上手に声かけしながらチームをまとめてくれる選手かなというふうに思っています。優勝したことは一つの自信にしてくれたらいいんですけども、チーム貢献を常に頭に置いてチーム作りをしていってほしいなって、そんな気持ちでいっぱいです。またそれがこの子たちを中心にしながら、この地域のソフトボール熱がもっとこう上がっていくっていうこと、それが私の本当は一番の目標です。とても個性が豊かで元気なチームなので、にぎやかさというか明るさを見てもらえたらいいなと思います。みんなができることをしっかりやって、自分たちらしいプレーをして勝てていけたらいいなと思います。